今日はクローバー歯科院長の大石健一さんからお話を伺います。おはようございます。おはようございます。新しい年2018年スタートしましたね。はい。さあ今年犬年、大石先生にとってどんな1年にしようと思ってらっしゃいますか？そうですね、去年実は年男だったんですが、はい、いろんな委員がちょっと変わっての移転したりとか、はい、いろんな変わった変化がありました。でその中で本当今まで見過ごされてきたこと、それがちょっと気づけるような、学びの多かった1年になりました。はい。でちょっと今年なんですけれど、いろんなチャレンジをまたちょっと習慣としてちょっとやってみたいなっていうふうに今思ってます。はい。昨年はデンタルクリニック東洋大からクローバー歯科ということで移転開業、いろいろと忙しかったので、はい、なかなかこうご自身の趣味とかをね、楽しむ余裕っていうのがねなかなか作れなかったと思いますが、はい、今年はじゃあ新たに、はい、実はお引っ越しが忙しくてですね、はい、言い訳になるんですけどね、体重が、はい、7、8キロぐらい太っちゃいました。そうですか。でも今ちょうどいいくらいなんですけれども。いやちょっとまずいなあいうことがあって、はい、でちょっと趣味というか体作りっていうことで、してたマラソンをまたちょっと始めようかなあいうことで、はい、今ちょっとトレーニング中です。あ、そうですか。はい。また福山マラソンにも出るんですけど、もうですね。今回はちょっと無茶しちゃったかなっていうのもあるんですけれど、はい、ちょっとハーフマラソンをちょっと3つほど今計画しております。そうですか。やっちゃったなっていうのはあるんですけれど、やっぱりもう目標がないとなかなかやっぱり動かないなっていうのが分かったんで、できたら定期的に、そういうみたいなマラソンでも何でもいいんですけど、なんかイベントを入れて、その後ご褒美ってみたいなものができたらなと思うんですけど。そうですね。なんせこの季節に集中しちゃうもんですから、1月2月でちょっと3つも出なきゃいけないみたいなことになっちゃって、どうしようかなと思ってるんですけど、ちょっと痩せるからいいかなっていうふうに思ってるんで、今ちょっと調整してます。そうですか。ご自分でね決めたことですからね。はい、はい、ということで、ご家族の方は何でおっしゃってますか？勝手にやったらみたいなところあるんですけれど、やっぱりスポーツやってる自分がやっぱりやってると、人もなんか周りもやっぱりやろうかなっていうふうな気持ちになったらいいかなっていうふうに思ってます。もちろん運動ができる人、あるいは体の調子でやっぱりできない人とかもいるんですけれど、はい、やっぱりやってない人がこうやってみるといいよなんて言っても、あまり言葉に重みがないかなっていうふうになるんで、自分から健康に取り組んでるよって、でそれでいいこと、もちろん大変なこともありますけれど、いいことを、できるだけこう伝えれたらいいのかなって、でそれが目に見えて分かったらいいなっていうふうで、走るっていうところで今チャレンジしてます。そうですか。病院の先生でいらっしゃいますけれども、はい、治療を通してやはり患者さんとそういうお話って出てくるんですか？そうですね、やっぱり健康づくり、もちろん治療も失った機能を回復するっていうことも確かに重要なんですけれど、やっぱりそれから再発予防ならないようにっていうところで語れるってこともありますし、歯の話をいきなりしてもやっぱりまだその話かみたいな形になるんで、全然歯とは違う話から、できるだけ身近な話から、ちょっとそういう健康とか大切なものっていうところに注目してみたらどうですかっていうことで話を持ってったりよくします。ああ、そうなんですね。お口の健康はすなわち全身にもつながっていますよね。そうですね、やっぱり運動してると呼吸とかそういうのもやっぱり整ってくることが多いんで、風邪とか引かなくてやっぱり引きにくかったりとか、やっぱり体力はつくんで、特に私がやってるのはやっぱり朝の9時から夕方の6時7時ぐらいまでやってますので、ある意味体力仕事でもやっぱ
りあるんですけど、はい、集中力もやっぱりいるんですけど、その時にやっぱり体力がないとなかなか最後の最後でバテちゃうとか踏ん張れないっていうところがあるんで、やっぱり健康作りにやっぱり最近やっぱり気をつけてます。ああそうなんですね。仕事においてもそして心の面においても、はい、やはり趣味を持ってまた一つのことに向かって進んでいくっていうのが、はい、それが結局は仕事にもプラスになってくるということなんですね。そうですね。いろんな学びにもやっぱりつながりますんで、まあやっぱり健康でいれるからやっぱり次のステップも踏めますし、いろんなやっぱり学び、他の学びにも実際の勉強、歯科の勉強もそうですし、それ以外のやっぱり勉強にもやっぱりつながるのかなということで、まあ、今年もちょっと楽しみながら頑張ってみようと思ってます、はい。ではまたその先生の挑戦についてお話も伺っていきたいと思います、はい。今日はクローバー歯科院長の大石健一さんからお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。